ていきますが、グローバルエリート FC ラインですね、公式内野手はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？はい、今日はですね、こちらですね、水野さん、まあ、当店扱いないんですけども、今日はご依頼で、鳴らしをやっていきますが、グローバルエリート FC ラインですね、公式内野手用ということで、特徴的なのがこの手口バンドのところですかね、ベルトのところですかね、はい、非常に軽量な公式グラブですね。それではやっていきますね、どうぞ。はい、始める前にお客様のご希望をご説明いたします。硬めしっかりしたね、感じを残したいということで、スチームは使いません。手もみで、鳴らしていきますね。で、閉じはこれぐらい、まあハサミ取りよりの閉じがいいなというふうなね、ご希望でした。なのであんまりね柔らかくはしませんが、早速じゃあね叩いていきましょうか。はい、そしたらここで、軽く受給面にだけね、オイルをささっとね、塗っていきますが、普通の固形オイルですね。よいしょ。ちょろちょろっと。
とりあえずね、これぐらいの感じですね。じゃあ引き続きやりましょうか。ちょっと試してみようかな。うん、キャッチボールはもうできますね。ちょっと浸透するまで、待ちましょう。はい、じゃあどうかな。こんな感じですね。うん。固めの仕上げで、あとはお客さんと相談しますね。はい、どうでしたか。都合をどうだ、出たり入ったりで2時間ぐらいですか。はい、今日はグラブの鳴らしの動画でした。それでは皆さん、さようなら。